れ、陣内さんお疲れ、新一さんお疲れ、福ちゃん、新一さん、たかしんさん、花びら、いっちゃんお断りです、福ちゃんお団子と桜餅、大吉さんかわいいありがとう、陣内さんいっちゃんかわいいありがとう、おたけさんバラ、ゆうたくんお断りです、いっちゃんバラ、バラじゃないや、団子と桜餅、としやさんバラ、マクールさん花びら、ゆうたくんレインボースター、こうじさんハート、しんいちさん断り、しんさん拍手、ひろし BKK さん花びら、さとこさんハート、しゅんぼうさん花びら、おみかんさんお疲れ、わうわうさんお疲れ、5個、かめさんきれいありがとう、だそくさん桜餅、バラちゃんハート、かずのしんさんきれいありがとう、ちんさん、しんちゃんさん、みつさん、らくさん、花びらありがとう、しそうのうろうさんお断りです、こうじさんお団子ありがとう、トニーさん花束、あやとくんお疲れ、アルテミスさん花びら、しょうさんお疲れ、しおなさんラブレター、としさん桜餅、さのっちさん花びら、まるさんだるま、かずのしんさん似合うありがとう、ガバイトさん、まるさん、おたけさんありがとう、ちょっと今日雨でめっちゃ湿気でね、前髪が浮くから前髪を浮かないようにするための帽子ですおしゃれ目的じゃなく前髪を抑えるための帽子です。福太郎さんお疲れ、ガトーショコラさん花びら、陣内さん、こうじさんお団子、楽さんハート、しんちさん桜餅、パイのみさん、陣内さん花びら、和也さんお疲れ、いもけんぴさん花びら、かわどりさんハート、バラちゃんハート、ジャーパングさんお団子、あさなまテレビさんハート、かずのしんさんハート、やんきちさんお断りです、いっちゃん桜餅と花びら、おみかんさんかわいいありがとうございます。そう、これは前髪のためなの。レネさん、はるさん、花びらありがとう、こんばんは、ぴょん、りょうへいさんお断りです、まーくんお断りです、のぶろうさんハートありがとうございます、ゆすりざるさんハートありがとうございます、まさかさん花びらありがとう、こんばんは。今日雨だから前髪浮かないように帽子だし、雨だから髪が広がらないようにまとめました。すべて雨に支配されています。マーシーお断りです、しんちさんレインボースターありがとう、まさかさんハートありがとう、チーク、そう最近ここ1ヶ月ぐらいチークを塗るようにしました。チークアンチだったんですけどチークって、踊ったら顔勝手に赤くなるから、チーク入れたらもうすごくなっちゃうから、もうチークはいらないよって思ったんだけど、撮影とかの度にメイクさんとかスタッフさんがチークは大事だっていつも言ってたから入れるようにしました。あと友達にタンプレで2年前ぐらいにタンプレでチークをもらったんですよ。マックっていうマックのチークもらったんだけど、使わないのもったいないなと思って、そうせっかくいいとこのやつもらったからね、使おうと思って。いっちゃん、スプマンテさん、ロスゴールペアドレスさんありがとう、ハート歯車もありがとう、ヤッキー花びらありがとう、いいでしょ、カズヤさんハートありがとう、ハート戦士たちが今日も動いてくれてます、ありがとうございます、ハート戦士の皆さんこんばんは。カズノシンさん桜餅、西さん花びら、アンバさんペンギン、お花見ペンギンありがとう、スタメンさんハートありがとう、フレーベさん花びら、
新一さん似合う、和之進さんハートありがとう。 NRR0022 さん、中やんハートありがとう。ナルシさんお団子、スカイホエールさん花びら、おみかんさんハートありがとう。こんばんは。今日何しましたか皆さん、何をしてましたか。日曜日なんかしましたか。今日から明日からみちさんの卒コンに向けて頑張ります。あ、そうだね、もう来週には卒コン、もう4月だもん来週ね、早い。アンバさんお団子、良平さんハートありがとう、ありがとう。みんなお買い物、ゆきりんさんの卒コン見てた、休日出勤、わあ、酒飲んでた、夕寝した、サッカー観戦、小説の2週目、1年かかる小説ってすごくないですか。推理物いいね、新しい発見がありそうだ。2週目は私もね、あのファンの方からプレゼントとかで本をいただいて、そう、それを読み進めてるけど全然進みません、全然進みません。テキサスのロンスターさん、バラありがとう。お、パシアテにお手紙を出しました、ありがとう、待ってます、楽しみにしときます。サトシンさんハートありがとう。マブローさんだるま、アンバさん団子、カズヤさんスプマッテさんハートありがとう。あ、そう、なんか今日メールで、おはようメールで、今日何するのって書いたら、写真集イベントっていう返事がちらほらちらほらちらほらありました。みんな広島にいたのね、今日は広島集合だったのね、雨の中。マイセンにそぼろ弁当買いに行った、あ、お揃い胃袋、 TVer 見てました。あ、そうだね、 TVer も私どんどん溜まってますね。これ見なきゃと思って、なんかお気に入り登録してさ、見ないまま終わっちゃうんだよね。おたかつしてました。おたかつ、高津だと2期生の僕の太陽公演が配信されて、え、嘘、私出てますか、いないかな、え、ももちゃんのセレクトってこと。あ、また iPad 充電切れてるわ。僕隊公開されてんの、パセリいる。スタメンさん花びらありがとう。ワッチさんハート、ハローランさんハートありがとう。ハリーポッターメガネのひげおじさんハートありがとう。ブンさん花びらありがとう。ヨシカズさんお団子ありがとう。見たい、僕隊、僕はいるかな、私いないかの可能性高めだよね。まことさんハート、いっちゃんかずやさんハート、まちゃるさんお団子、そらすよかさん花びら、まちゃるさんお断りです、ありがとうございます。さんちゃんだよありがとう、花びらありがとう。僕対僕対、2022年3月26日、さこひめか生誕祭の僕隊が公開されてるの、いる、私2年前の僕隊、2年前か。エボルタさんお団子ありがとう。アンバンさんお団子ありがとう。教主さん花びらありがとう。
お、出てる。え、見たい。見たい見たい。ちょっと今度実況配信したい。実況配信したいです。ちょっと今日は iPad が冬眠中なので。いつまで公開されてる？今月いっぱい？今月いっぱいなのかな。今月いっぱいは厳しいよね。もっと早くに気づいていればよかった。そしたら今日見たのに。サイドポニーパちゃんとデコダシアンナが日暮らしの恋してた。見たーい。ミッシさん、花びら、ありがとう。4月21まで、じゃあ見ましょう。見る見るわ。今度ショールームで一緒に余韻に浸ります。2年前の余韻に浸ろうと思います。僕隊またやりたいから、過去の自分を見て、うわー、ここちょっともうちょっと やれたやろうみたいなところをいっぱい見つけて、成長するための糧にしたいと思います。また後日ね。でも4月もバタバタかな。ひなさん卒コンツアーとあるからね。ひよくさん、レフトさん、花びら、昼休みさん、お団子、かずやさんハート、いっちゃんハート、ありがとう。にしさん、スプマンテさん、ハート、ありがとう。みんないる？卒業メンバーもいる？そりゃ見なきゃ。楽しみだ。ワクワク。ワクワク、ドキドキ。ね。ワセリンの僕大好きだった。嬉しい。見たことない方も、ね、ぜひ、これを機に、過去の、過去の2期生を見て。わあ、昔こんなだったんだみたいな、ね、成長してんなって見てください。ここ変わらないなって、リコチ元気やなって見てください。タンタン、花びら、ありがとうね。リコちゃんの僕隊見れるの嬉しいな。私ビバハリケーンのリコチを早く見たいです。アイドルなんて呼ばないんだ、パセリ。本当にさ、何回かしか知ってないから、ユナユナが入院中の間だけだったから、激レアです。ポクレンパサランさん、ありがとう。めっちゃきのこさん、団子ありがとう。もう頭の中でさ、トゥ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 ルルってやつが流れてる。ずっとずっと流れている、脳みその中で。 TikTok で流れてくるから。リコちゃん、嘘、映ってなかった？ビバハリケーン、あの伝説の回はいつだったんだろう。リコチが吹っ飛ばされる回は、足だけが画面いっぱい、DMM の画面いっぱいに、これが画面としたら、もうリコチの逆さまになった足2本だけこう、が映ってる回があるんですよ。いつだかの僕隊公演で。それが本当に好きで、スクショしてるぐらい好きで、それを見たい。あれはいつの日の公演なんだろう。そうなの、そういう日があったんですよ。結構もう千秋楽付近とかな気もする。そう、じゃあ楽しみにしときます。みんなと一緒に見るの、よろしくお願いします。スクショね、スクショ遡らないといけないけど、今日 iPad が充電切れでつかないから今わかんない。後からやったらわかるけど。はっちゃん、桜餅、ありがとう。
れ様です。こんばんは。どうもこんばんは。お、今日ロフトに行ったんですが、可愛いエルターセットを見つけて推しに見せたいためだけに手紙書こうか迷ってました。迷ってるだけかーい。書いてないんかーい。私かな、どの推しか分かんないけど待ってます。待ってます。ぜひお待ちしてます。みつるんありがとう。ハラッシーさんお断りです。谷口さんと福田さんのトークショー見に行った。え、トークショーがあったの今日。え、あれトークショーだったんだ。あれですよね、あかりんさんが早起きみたいな、早起きして移動みたいなポストしてたよね。トークショーだったのね。レネさん、バラ、陣内さん、おみかんさん、ラブレター、かずきさん、花びら、しんいちさん、ラブレター、はらっしーさん、お団子ありがとうね。りこちゃん、そう、さことりこちゃんは今日はイベント幕張だったっけ、ビッグサイトか、ビッグサイトでした。そう、イベント、アニメのイベントに2人が出演してました。だからりこちゃんとしばらく会ってないんですよ。ずっと東京にいたから。ガモーさんハートありがとう。BD マンさん花びらありがとう。会わない間も相変わらず連絡を取り合っております。チコリータ、チコ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 リータ。え、今日がちびまる子ちゃんラスト回だったの。嘘、嘘。そっか、そうか、もう、来週とか思ってた。今日だったんか。ちびまる子ちゃんって TVer とかない？見たかったです。2週間前とかのまる子をね録画したんよ。で、今月末も録画しようって思ったのに、そうじゃん、今日が最後の日曜日じゃん。私何これ珍百景見てたよ、テレビつけた時から。ちょっとテレビをつけるのが遅かったですね。ミッチーお断りです。ありがとう。マルコ、あ、来週再放送、あー、しばらく再放送するみたいな書いてたね。そういえば、じゃあ来週からも毎週録画にします。毎週録画しようね。やっぱさ、アニメとか慣れ親しんだ声じゃなくなる時が来ると思うと悲しいよね。まあ、いつかは慣れるかもしれないけど、最初はやっぱりさ、なんか違う役に感じたりするじゃないですか。もう耳が慣れてるからね。お、TVer で見れるの？じゃあ TVer で見よう。私も。ミキヤくん、花びら、ありがとう。いいわ。ユミリンファンミと SKE 握手会の帰り道です。え、はしごしてるの？はしご勢なの？ユミリンさんのイベントか。そういえばお話し会で聞いたわ。明日はユミリンさんのイベントに行ってきます。そういえば聞いてたわ。そっか、今日じゃんね。ドラえもん、あ、ドラえもん、でも私はもうドラえもんは新しい声世代から、クレヨンしんちゃんとか、クレヨンしんちゃんね、声優さんが変わった。あと
あのサザエさんの家族とかクラスメイト周りとかの時に久々に見るとあ変わってるってなる。ドラドラドラえもん、ドラえもん見るとココスに行きたくなりますね。ドラえもんイコールココスみたいな、もう頭に染みついちゃってる。ちっちゃい頃からハンバーグのさ包み紙を切ったらドラえもんが飛び出してくるみたいなイメージ。ココス、ココス、なんかね、私はココスとかサイゼとかは都会のレストランって感じなんですよ。サイゼリアは地元になくって、ココスは今はあるけどあんまり近くになかったので、ずっとそう、だから都会に行くとあるレストランって感じのイメージ。ココス、サイゼ、サイゼ、サイゼの辛味チキン。ロイヤルホストは地元にはなかったけど長崎市内で行ったことがあった。でも緊張してあのメニュー開いて、あのジョイフルっていうね、ジョイフルとかそういうファミレスと比べてやっぱお高級じゃないですか、ロイヤルホストは。だからロイヤルホスト行った時はもうお母さんと行ったんですけど、お母さんが払ってくれるの申し訳なくてサラダを頼みました。サラダ、初のロイヤルホストで食べたものサラダで、そこでひよこ豆を認識した。なんかちょいちょいサラダにたまに豆入ってるなっていうのもあったんですよ。いや豆入っててちょっとなんか味癖あるなみたいなのあったんだけど、その初のロイヤルホストのサラダで、あ、これがひよこ豆なんだって認識しました。なるほどね。ちょいちょい感じてたやつはこれかと思ったのがロイヤルホストとの思い出、なれそめです。なれそめ、私が認知しました。そこでカードの人ハートありがとうございます。そう、ひよこ豆未だに苦手意識が強いですね。あとロイヤルホストはあのサラダ、おしゃれサラダも食べたことが、肉とか乗ってるタイプのやつ。ジョイフル行ったことない。私はジョイフル行ったらいつもパフェだった。ちっちゃい頃からパフェは食べてました。あの料理とかよりも何を食べたいかっていうのが分かんなかったのでね。やっぱそういう頃ってさ、パフェとかに憧れの気持ちが強かったから家じゃ作れないし、パフェをよく食べてました。パフェパフェ、そう、ジョイフルこっちしかないのかな。広島もあるけど西の方しかない。何ジョイフルホンダ、なんか前も聞いた気がする。ジョイフルホンダって何ですかって聞いた気がする。ジョイフル、あ、岐阜にもあるのか。ジョイフルは若者たちがメロンソーダとカルピスを混ぜたりするところです。ちょっとあの小学校の集まりとかでなんか打ち上げみたいなところでちょっとクラスのやんちゃな人たちが混ぜたりするやつするところ、ファミレスです。ジョイフルホンダホームセンター、ホームセンターはコメリです。コメリ、コメリ、ニワトリのね。あ、
ガストみたいな、そうだね、ガストみたいなとこかも。ココス紅茶があるの？私ココス経験も全然ないんですよ。あのね、去年一昨年にどうしても期間限定で食べたいパフェがあって、またパフェなんだけど、もうどうしてもこれは食べたいってやつがあって、でメンバーと約束してたんやけど、あのスケジュールが合わなくて、最終日の夜7時か8時ぐらいに一人で広島のココスの店舗調べて、暗い道をね、もう日が沈んで道わかんないなから、こうやって Google マップ見てパフェを食べに行きました。ココス、やっぱ私はファミレスのパフェが好きかもしれません。美味しいです。こんばん。そう、なんかどうしても行きたいと思ったら行動力高まるというか、うん、何なんですかね。ジョイフルは大分が本社、あ、だから九州多いのかな。千本桜さん、ハートありがとう。そう、どうしても食べたかったんですよ、どうしてもね。そう、生クリームたくさん食べたくなる。え、私もね、そう、生クリームにハマった時期あったけど、最近生クリームを食べると胃もたれ起こすようになっちゃいました。これは年でしょうか。皆さんはどうですか、生クリームでもたれるようになったら、これは甘党を名乗れないですか。ちなみに今日はゼロアイスでした。ゼロアイスでございました。でもね、ケーキを食べたんよ。ショールームでもらったあのロールケーキ、カタログギフトのロールケーキを食べたから、あとカフェでケーキ食べちゃったから、ああ、もうこれはアイスの分だと思って、さらにここでアイスを食べたら意味がないと思ったので、ちょっと今日はゼロアイスで行こうと我慢しました。でも今日に限ってスーパーにさ、近所のスーパーにいつもないジャイアントコーンの黄色があったの。でもこれを買ってしまったら私は絶対食べると思って買わなかった。今日で10日目です。10日目よ、アイス我慢生活。明日も頑張る。雪帽子行ったの？今日めっちゃ寒かったのに。雪帽子私も行きたい。去年からさ、楽しみにしてたあのブチチョコモンブランってやつがバレンタインで終了だったんですよ。行けなくて、リコちょっと行こうねって言ったけど、そう、すぐそんな終わるって分かんなくてさ、まだまだ余裕やろうと思ったら、こんばんは。氷系のアイスたまに食べたくなる。私のお母さん私のお母さん未だにさ、アイスボックス食べてるよ。STU のコラボが終わってもアイスボックス冷凍庫にいつも入ってるよ。コカジオさん、ハートありがとう。ミスターさん、バラありがとう。アイスボックスちゃん、なんか実家の冷蔵庫の横に電子レンジがあるんですけど、その電子レンジと冷蔵庫の間、棚の隙間みたいなところに STU コラボのアイスボックスのあの蓋の何のビニールみたいなあるじゃん、こうペリッて剥がすあの丸いやつ、あれが大量に束になって置いてあるんですよ。一体これいつまで取っとくつもりなんだろうと思って、
帰省するたびに、ああまだあるって、そう残すタイプなんだ、記念にね。誰よりも STU のファンでいてくれる、とても嬉しいですね。また私のグッズ送らなきゃ、買って、ね、どうするんだろうね最終的に。まだ増えるかな。こんばんは。アルミキャップっていうのあれ、アイスボックス、今年もいっぱい食べましょうね。今日はね断捨離をしたかったんだけど、ちょっともう今度にしようってなった。断捨離、衣替え兼断捨離を頑張りたい。でしばらく着てない服は実家に送る。この前送ったんですよ、この前さ送ったんだけど、あの結局ショールームでスーパーって段ボールもらえますかって聞いて教えてもらったじゃないですか、皆さんにもらえるよって聞いてみたらいいよって言われたけど、勇気出なくて、あれからしばらく数日間で結局事務所ででっかい段ボールをもらって、でも段ボールないですって言われてさ、プレゼントとかのやつもないですかみたいな聞いたんだけど、もうすぐその会社とかってさ、そのゴミを集める方が来てくださるじゃないですか、だからもうないみたいで、事務所の奥の奥にあったもう本当にでっかい業務用スーパーとかにありそうな、コストコにありそうな、もう超巨大段ボールをねもらったから、それをエッサホビサが抱えて帰ってきて物を入れたんだけど、やっぱでかすぎたので、どう考えても、あと 5,6 倍は入るなみたいな本当に荷物がちょこんだったから、いやこれ送料があれじゃないですか、この長さというか箱のでかさで変わるからちょっと損だなと思って、 YouTube で段ボールを小さくする方法って調べて、カッターでこうやって切って工作をして送ったんですよ。でそれをさ、車があったらいいけど、今こっちに車持ってきてないから、こう手でエスタホイサーって郵便局に持ってって出して、そう出したんだけども、その次の日に注文してたコスメとかがネットで買ったやつが届いてさ、ちょうどいいサイズの段ボールが来たんです、その時に。はあ、私のこの工作した努力は何だったんだってなったのがつい今月の話なので、ちょっとまたね服とか送るときどうしようかなってなってるね。タイミング悪かった、もう一回送んなきゃ、いっぱいグッズとかを入れて送る。この前はアニメートのグッズと、あと何送ったかな、服と、なんかいろいろ送ったんですよ。次は何送ろうかな。ゼータファイト、ありがとう応援された、ありがとう。そうだね、電子レンジ、そうだね、明日注文します。5の倍数の日じゃないとちょっとポイント的にお得じゃないので、今日の0時10分ぐらいにアラームをかけてるんですよこの前20日になったら注文しようと思ったのに忘れてて、お話し会終わってもう満足しちゃって、はあ今日も1日終わったみたいな感じで満足してさ、忘れとって、だから明日こそレンジを注文しなきゃいけません。もうずっと使えてないから電子レンジ不便です、とっても。
電子レンジ壊れたら不便だからみんなも気をつけてください。で壊れたらすぐ注文するのがやっぱいいと思います。私みたいにタイミングを逃してダラ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 しちゃうとめちゃめちゃ不便です。しんいちさん小判、課金さんハートありがとう。こんばんは。就寝時間です。おやすみ。お話し会来てくれてありがとう。ゆっくり休んでください。今日もお疲れ様だよ。いや、アンピーの電子レンジ本当にどこ行ったの。私に譲ってください。和之進さん尊いありがとう。エジリンお団子ありがとう。私が狙ってる電子レンジはちょっと型落ちしたやつで安くなってるやつ、半分くらいの値段で、それでも高いけど、私からしたら高いけど。電子レンジってさあんなするんですね、新作のやつとか、なんか新しい機能が入ってるやつってあんな高いんやと思ってびっくり。でも私が狙ってるのは新しいやつが出て一個前の型だからちょっと安くなってたからラッキー、ね、オーブンもつけることにしました。オートミールクッキーでも作ろうかなと思って。オーブンね、お肉とかを焼きたいんですよ。お野菜とかをオーブンで、鶏肉にあれなんだっけ、コーンフレーク、コーンフレークとかまぶして味付けして焼くと揚げ物みたいにパリパリになるんですよ。それをね、自分家でもやりたくて、ちょっとオーブンを買うことにしようかなって思ってるけど、使うかなと思って、いやいらんかもなみたいな悩んでるところですまだ電子レンジだけの機能で十分だよなってなってる。でもオーブンがあると電子レンジの中がフラットだから掃除しやすいよなって思って悩むわ。昨日アンミカさんが結局温めることしか使わないって覚えてました。共感者アンミカさん、やっぱそうよね、そうだよね。いやでもね、いや買って満足しちゃうのあるよね、悩みますね。でも今日の12時までに決めないといけないから、オーブン付き台は小を兼ねるっていうし、オーブン付きにしようかな、ね、A ちゃんハートありがとう。オーブン、オーブンがあると、オーブンがないやつは頑張れば1万円以内で、まあ、メーカーにもよるけど1万円以内に収まるんですよ。でオーブンがついた途端ゆきちさん5人とかになるの。って私の財布で暮らしているゆきちさんを犠牲にするか、よそにね行かせるか、諭吉を守るか悩ましいです。いや本当にメーカーによるんですよ。そうなの、高くて5諭吉ぐらい、でも古い型で3諭吉ぐらいとか。私が見てるもうカートに入れてるやつはその安い方っていうか、安くはないけど自分的に奮発だけど、そう、電化製品とおしめには課金大賛成です。
絶対に絶対規模が違うもんな。使用頻度による。いやそうだよね、そうだよね。悩む悩む悩む。そう、あのね、口コミを見て決めたんですよ。なんか安いところの見たらやっぱ安い、なんて言っけ、安なんちゃらなんちゃらみたいな言葉がめっちゃ書いてあって、安いやつを買って壊れてまた買い直すより奮発して高いやつを買った方がいいですよみたいな感じの意見とかがあったから、まあ確かに確かにと思って、確かに確かにってなったんですね。オーブントースター持ってるんですよね。オーブントースター持ってるけどクッキーは焼けない。焼くのはちょっとまたレシピが変わるからね。いやバルミューダね、憧れるよ。あのメロディーから出るやつ、バルミューダはもうお高くて、お高くてお高くて、今の私じゃ手が出せませんでした。煙が出るの？え、でも私も電子レンジ煙出したことあるから、あの時は焦った。焼き芋作ったら灰色の煙がわんさかわんさか電子レンジから出てきて、やばい、火災報知器の方に煙が向かってるってなって、慌てて扉を閉めて換気して手とかでいっぱいこうやって風を流して頑張った。焦った。2、3年前。そう、やばいでしょ。芋が炭だったんですよ。扉開けたらカチカチだった。もったいない。そう、芋がね、ワット数を間違えたんですよ私が。アイコージ卵爆発させた。え、卵、卵入れたの？でもさ、卵入れちゃダメですって習わないよね。私もさ、一人暮らしするときには卵ダメって実家で教えてもらったけど、知らない人は知らない気がするね。あと最近さ、ガラス製の耐熱皿多いじゃないですか。だからそういう動画とかを見て、あ、ガラスでいいんだと思ってさ、ガラス入れる人とかいそうじゃない。耐熱性のないやつ割れちゃう。あと器の縁に銀色があるやつとか入れると良くないよね。でもどこでも習わないよねあれって。あ、アルミホイルもダメだね。ね、学校で教えてくれない。あー、説明書に書いてる？書いてんの？パチ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 ってなるよね。炊飯器？炊飯器はないです。炊飯器はパセリの家にはありません。米が好きで食べちゃうので買わない。一人暮らしの家に炊飯器を置かないと決めたので。帰省をする時の楽しみはお米を食べること。あとコンビニとかのそういうご飯、レッスンの合間とかにご飯を買わなきゃいけない時はおにぎり、定食屋行ったら白米。そう、お米っておいしいもん。夜な夜なさ炊いちゃうじゃん絶対に。早炊きとかしてふりかけとかキムチとか乗せて食べたくなるじゃないですか絶対に。だからだからだから、いや美味しいよお米ね。おみかんさん、ラブレターありがとう。まささん、団子ありがとう。桃源郷さん、花びら。まおさん、だるまありがとう。
や、ご飯、私が STU でやってみたいロケがあって、炊飯器を持ち歩くロケ。この前淡路島のバスツアーの MC でさ、そういう話をしたんですよ、ステージ上で。質問コーナーがあって、どんなことをしてみたいですかみたいな話があって、でそうメンバーでやりたいねみたいな、炊飯器を持ち歩くやつやってみたい。そのご当地おかずとかふりかけとか、そういうキムチとかを食べながら歩いて回るってやつをやりたい。いつかやってみたいです、お願いします。でも保温機能が持つ範囲でお願いします。カピカピはちょっと、ね、コンセントありかちゃんと保温できるやつじゃないと厳しい。この前宮島で買ったかきキムチがめっちゃ美味しかったから、かきキムチをまた食べたいです。美味しすぎた。ぜひ皆さん、ふとうち来たらいっぱいふりかけとか、あの漬物とかゲットしてください。私は帰省するたびにおばあちゃんには漬物を買ってます。もうなんかもみじまんじゅうとか最初あげてたんですけど、なんか大事に取ってくれるじゃないですか、後で食べようって。それで期限が来ちゃうから、もみじまんじゅうとかってね、日持ちがしないやつとかあるから、最近は漬物にしてます。漬物にしたらさ、お昼ご飯作んなくていいじゃないですか、お米さえあれば。だからいいかなと思って、漬物いろいろ買ってる。やっぱ広島菜の漬物が多いな、お土産コーナー見ても。広島菜系多いですよ。うん、おすすめ。ジロ君、団子ありがとう。またおすすめ土産見つけたら紹介しますね。定期的に買ってる、自分用にも買ってる。ご飯炊いて冷凍して、ご飯より売ってるご飯をチンした方が美味しかった。うわー、企業努力じゃん。そんなの、企業が努力してるから美味しく食べれるんだね。いやでも偉いですね、炊いて保存して。そうだよね、冷凍すると炊きたてとはまた違うよね。こんばんは。今日は半に終わるよ。あ、珍しく半過ぎてなかった。もしかして半過ぎてるかもって思ったけど、半に終わりますね。アルさん、ハートありがとう。ブログ読んだ、ありがとう。昨日のブログ読んでくれてありがとうございます。これから夜ご飯食べる。今日はそばを作ろうと思ってます。茹でる。今日はそばを作ろうと思って、長ネギと、あと何があったっけ、椎茸を買いました。なのでおそば、あの10割そばを前買ったやつの残りです。あれだよ、こねたりしません、ふみふみとかしないから。市販です、市販。あの硬いやつ、なんていうの、あれ、乾麺ですか、です。あのスーパーの袋じゃなくて、棒のビョン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 ってやつ、硬いやつね、を茹でます。あ、乾麺で合ってる、そう、乾いてるやつ。
でもあれ茹でるの難しい、結構手間暇かかりますね、ああいううどんとかおそばとか工程が多い、あと洗い物も意外と多い。アルデンテ固め、ふにょふにょが、あ、ふにょふにょすぎず、硬すぎずふにょふにょすぎずがいいです。何ですかこれは、アルデンテ固め、ふにょふにょは何ですか、ちょうどいい塩梅そう、ちょうどいい塩梅の正式名称みたいなやつなんだ、バリカタ、ラーメンのバリカタ食べたことないけど、バリカタ人気よね、結構ラーメンとか。さっちゃんハートありがとう。スプマンテさん、アシーさんありがとう、ミシさんありがとう。いっぱい茹でなきゃいけん、これから頑張ります。マンポンさん、レインボーストありがとう。今年アーシャが終わったらラーメンを食べようと計画しています。 3年前アーシャ撮影が終わった後に一人でラーメン食べたんですよ確か。だから3年ぶりに撮影終わりとかにラーメン行きたいなーって思っております。その店はね、その店自体が 2,3 年ぶりかもしれない。久々に食べたい。でもいつあるか分かんないんですよ、まだいつ入るか分かんないから、急に明日ですって言われてもいいように、今は行かずに終わったら行くって決めてる。うん、そう、まだいつか分かんない、だからドキドキです。毎年この時期はドキドキです。ドキ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 、そう、お店決まってる。前にね、リコチと研究生の頃にリコチとそのラーメン屋さんに行った後にあのレッスンに参加してブリッジをしなきゃいけなかったの、レッスンで。で、ラーメンが出そうと思いながらブリッジ30秒か1分かずっと耐えてたの。その思い出のとこに、次で4回目とかかな、結構リピートしてます。ラーメンは月に20杯までと決めてます。なかなか行ってますね。私は 2,3 ヶ月に1回と決めています。本当はもっと食べたい、もっと食べたいぜ。だからね、レッスンの前にラーメン食べるのはおすすめしません。皆さんも気をつけてくださいね。レッスン前にラーメンは食べないこと。としさん、いいねありがとう。そう、チートデイみたいな、そんな感じ、いっぱい食べちゃう感じ。毎週ラーメン食べてる、羨ましい。いっぱい食べてください、いっぱい送ってください。写真見るの好きです。私、空腹の時に美味しいものの画像とか動画とかを見るのが好きだから、あの、私が我慢してる時こそ送ってほしい。逆にあの満腹の時に送られたら困る。もう苦しいから食べ物見たくないっていうモードに入るじゃないですか、満腹の時って。だからもう本当に腹ペコの時に気を使わずどんどん送ってほしいです。夜中とか朝方でもぜひ、ハッシュタグパセリあのねしてくださいね。私も YouTube でめっちゃ見るよ、 TikTok でも見るよ。待ってます。私
かにみんないつ私が満腹かとか知らないか、知らないよね。でも大体いつも空腹です。パルも送った、うわ見よ、この後も配信あったら見ますね。送っといてください、この土日で何をしたか送っといてください。何味のラーメン、醤油、醤油豚骨、豚骨豚骨してるやつよりはちょっとあっさりめが好きですけど、あっさりしすぎて、いやでもね、あのね、透き通ってる系の美味しさに気づいたんよ。透き通ってる系のなんか出汁みたいな感じのとか、あ、家系も良いです。結局何でも好きですうん、何でも好きだよ。でもチャーシューとかが、チャーシューメンマがモリモリなやつは大体好き。逆に具材があんまりなさそうなやつ、ラーメン丼にラーメン真ん中にチョコン、上になんかネギちょろちょろみたいなやつは、足りるかなと思いながら食べに行って満腹で帰ってくるなんか写真ってわかんないじゃないですか、どんぐらいのこの深さがあるかって。だから毎回それやってる、いや絶対これ足りないから2杯は食べれるわとか言って満腹になってる学習しないで。そう足りてるの、海苔、海苔は最初の方に食べます。ラーメン来たら卵から行く、卵、海苔で最後にこうちょうどよくメンマとかチャーシューとかをこう考えながら食べるタイプ。ケンタロウカープさん、花びらありがとう。29分はありがとうございます、教えてくれて。じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。そば茹でるの頑張ります。また明日お話ししましょう。見てくれてありがとう。今日はちょっといつもより早めの時間帯だったんですけど、またゆっくり睡眠をとって体調を万全にしたいと思います。皆様も季節の変わり目なのでお気をつけて、明日から1週間頑張りましょう。今週末はみちゅさんの卒業コンサートです。ぜひ見てほしいです。よろしくお願いします。それじゃあ壇上いきます。13位、陣内さん。12位、わうわうさん。11位、おみかんさん。10位、かめさん。9位、とにさん。8位、じろくん。7位、こうじさん。6位、しんいちさん。5位、かずのしんさん。4位、あんばさん。3位、よしひろさん。2位、いっちゃん。1位、ゆうたくん。ありがとうございました。それではこの辺でお別れです。見てくれてありがとう。また明日会いましょう。メールは送りたいと思います。それじゃあ美味しいものの写真を送ってください。またね。ありがとうございました。